除染を年間1ミリシーベルトにすることが日本を滅ぼすことになるのです。震災後1年間で人間が浴びる放射線の量を1ミリシーベルトと決めて3年間見直すこともなく、震災関連死と風評被害は今なお続いているのです。地震と津波で約2万人の尊い命が失われましたが、震災ではなく人災で3076人も亡くなっているんです。多くの人々が恐れる放射能ではただの一人も亡くなっていないのです。にもかかわらず人災で3076人が亡くなっているのです。人災とは人殺しじゃないですか？何が違うんですか？私は殺人と何ら変わらない人災の根源を暴き、忘れ去ることなくその責任を徹底的に追及します。自らの反省ですが、多くの被災者の皆さんに何も力になれなく非常に反省しております。しかしせめてものを罪滅ぼして何とか皆さんの不安を取り除きたいと思っております。3年間菅直人首相が年間1ミリシーベルトというとんでもない基準を設定し、福島県内の避難地域を除染すると決めてしまいました。政治家や専門家は日本を滅ぼそうとする左翼からの攻撃を恐れて、この1ミリシーベルトというバカな基準を否定できずにいるのです。なぜバカなのか。福島第一原発がなかったとしても人類、いや全ての生物は遠い遠い祖先から、自らが生まれた時からずっと放射能を浴び続けて進化して生き続けているんです。世界平均で年間 2.4 ミリシーベルト、日本の平均でも 1.4 ミリシーベルト、生まれる前から死ぬまで毎年、いや日常的に浴び続けているのです。地球のどこにいても宇宙から微量の放射線を浴びています。大地、特に火山や大理石などからも放射線を浴び続けているんです。そしてなんと食物からも放射線を取り続けているんです。日本の平均の 1.4 ミリシーベルトに加えて、福島第一原発からの1ミリシーベルトシーベルトが加えられたところでようやく世界の 2.4 ミリシーベルトです。この世界平均を超えると反原発カルトの連中はガンで何千人も死ぬとデマを流してきましたが、本当でしょうか。チェルノブイリでは古い構造の原子力発電所が暴走爆発し、消火作業に当たった消防士など33人が強い放射線のために亡くなり、ヨウ素という影響が数日という短い放射線によって牛乳を飲んで小児甲状腺がんで10人ほどの子供が亡くなりました。しかし28年間で40万人が避難したと言われていますが、放射性セシウムでがんが増えて数千人亡くなったということをまだ誰も証明できていません。グリーンピースのような左翼カルト、テロリストは数万人死んだというデマを流しているようですが、福島の強制移住による震災関連死と同様に故郷を離れたことによる生活苦、
それにデマによる精神的な苦痛で自殺なども含まれると推察されます。しかし信じられないことに、チェルノブイルでは避難命令を無視して避難せずに原発のすぐ近くに28年間経った今もなお積み続けている元気なお年寄りがいるんです。福島の1年後の2012年、 SMAP の山口達夫が現地取材していました。そもそも論ですが、人類の 50% 約半分はですね、一生のうちにいずれかのがんになると言われています。それは事実です。原発事故や放射能に関係なく、日本人の死因の 30% が癌であるということも事実です。ウクライナ人と日本人、もしも同じ割合で死因が癌ならば、放射能とは関係なく28年もすれば、避難した人のうち数万人が癌で亡くなるということも十分あり得ます。60年も経てば20万人ぐらいが癌になるでしょう。そのうち10万人ぐらいは癌で亡くなってしまうかもしれません。放射能があってもなくてもです。次回は老いしんぼという漫画の原作者が風評テロリストとして福島に人災、間接的な殺人をしています。これを徹底的に追及します。お楽しみに。じゃあまた。